皆さんこんにちは、オタクです。最近みんな五月病になってるので、テンションを上げて五月病を治す道具を今日は使いたいと思います。その名もハイテンションスプレー。これを巻いとくことでテンション上がって五月病が治るはず。それではレッツゴー。はい、それではテンション低いですけど授業していきたいと思います。やっほー、楽しい。へー、みんな授業の準備は OK？ OK ティーチャー。テンション上がってる？上がってるよ。それでは第一問、テレン。次の漢字の読みを答えなさい。早すぎジェル君、答えをどうぞ。え、俺たち？正解！やっぱ俺たち最高だぜ！さあ続いての問題、この漢字の読みを誰か答えて。サタン答えて。え、俺たち？正解！やっぱ俺たち最強だぜ！あ、最高最強はしょーい。あ、最高最強はしょーい。さあ続いての漢字の問題、デデン。ってこれ漢字じゃなくて英語やった、どてー。さあ誰か答えてちょうだい、ご飯食べ放題。どういう答えてくれてありがとう。さあ答えをどうぞ。え、私？正解！って待って待って待って、そこ私たちじゃないんかい。あ、ほんとだ、みんな間違えちゃった、てへぺろ。だったらだったら仕方ない、ドンマイマイマイケン。さあ続いて数学の問題です。ペレンって、これ英語やないかい。また間違えてもうた、どって。そんなことはどうでもいい。さあこの英語の意味誰か答えてちょうだい。ゆりちゃん答えて。え、私？それは違うだろう。それはないわ。真面目にやろうぜ。あ、効果切れた。動画見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしく。動画の他にも裏話を話す生放送をしてるので、ぜひ来てくれよな。詳しくはツイッターをチェック。